呂祭を祝い、その年の豊作を感謝した。紀元5世紀頃から、12月8日に祝われることになった。また、中国仏教の伝承では、釈迦迂が苦しい断食の修行中にスジャータという、女性が食べさせてくれたカユで元気が出て、悟りに至ったのがこの日だという。他の伝承では、6年の歳月を、毎日一食の断食修行の後にこの日の暁の、 明星を見て、菩提樹の下で悟りを開き、五穀の入った粥を食べたという伝承に基づいている。老八丈と呼ばれる、主に小豆、緑豆、煙豆、もち米、とうもろこし、香料、小麦など、8種類の穀類を入れて甘い味をつけた粥を食べる習慣がある。現在でもこの頃になると、スーパーで老八丈の材料が売られており、広く祝われている。 中国南部では、この習慣は少なくなっている。中国の古い習慣では、老八節が終わると、旧暦12月23日にヘッツイ接節があり、間もなく、大晦日と春節を迎える。悠久王国時代からの習慣で、旧暦12月8日には、ムーチーを作り、特に、子供たちの魔よけとした。中国大辞典、老八節老八節。 ヘッツイヨウセツ、大晦日、春節琉球の習慣、ムーチー。ありがとうございます。